震えてる。誰が倒れ。この番組は企業とタイアップして商品やサービスを全力で PR。 企業案件の新境地を切り開く番組。最後の競技は、はい、ガッツカニバサミデスマッチ。何ですかこれ。それはさあ、このバトルではですね、はい、まあ、ゆうたもまだ勝てていない2名に戦っていただきます、はいはい、なのでどちらかはもう絶対食べる権利がございます。よっしゃー、ね、僕もまだまだ食べたいです、まあ、いやいやいや、そこは応援してください。食べたい。先攻後攻に分かれてですね、カニバサミで相手をロック、足だけでありますね、カニバサミというのがありますね、あれを相手をロックしていただきます、はい、それでよいスタートで抜け出すまでのタイムで競っていただきたいと思います。なるほど、はい、そして勝者にはドムドムの人気サイドメニューでありますかりんとう饅頭を召し上がっていただきます、なんでよ。すいません、大人気サイドメニューですよね。そうか、まあまあでも食えるんだったら、ね、はい、ああ、まずは尾形さんのチャレンジ。あー、これやばいわ。 OK です、 OK です。あ、これか。そう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 、そんな感じで、ね、あ、ええやろ絶対。これで足をロックして、はい、しっかりと。尾形さん手使っていいんですね。尾形さんは手使って結構です。熊プロさんは足のカニバサミだけで、なるほど、受けないように。すごいわ、これすごい、すごい、おもろや、めちゃくちゃ重い、重量級でおもろそう。では尾形さんが抜けるまでのタイムを競いたいと思います。参りましょう、よーい、スタート。あー、すげー、うわー、うわー、ちょっと待って、危ない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 、ちょっと危ないよ、うわー、危ないよ、すごいわ、すごい、すごい、すごいな、カリンとマジ、マジ、ダモダマジ、すごい、やばい、あ、やばい、抜けるか、抜けるか、うわー、抜けるか、タップした、タップした、タップしました、ダッピーした、ダッピーした、ダッピーした。ということで尾形さんのタイムは25秒でございます。すごいな、くそー。続いて攻守交代、うん、あ、なるほど、ああ、あ、足回さんのでも剥がれた、あ、決まったんじゃないでしょうか。そういうことか、これあるじゃないですか、ね、これしかもお互いが向き合った状態から向き合ったでございます。で、熊鳴らしてるんだ。見てたんじゃねえ、ここからこれ、これやめて、これしょやねん、しょやねん、しょや、尾形さん手は出すですよ、尾形手なしですよ、なんかカッカッ添えちゃうんだよ、向かい合ってね、向かい合ってね、めっちゃ目綺麗見てられて、これ何やねん、これサムネで生きるな、これピロートークの顔してるやんだから。さあ、それでは参りましょう。25秒以内に熊プロが飛び出すことができれば、はい、熊プロの勝利でございます。では行きましょう、よーい、よっしゃ、ありがとうございます。ということで、くまプロはこちら16秒ということで、くまプロの勝利。最後かっこよかったな、どうもって感じだったな、カズの扉をビーって開けて出てきたね、恥ずかしい、ダメだね、恥ずかしい。さあ、では見事勝ちましたくまプロさんにはかりんとまんじゅうを食べていただきます。嬉しい、プロ好きだからな、お待たせしました、ありがとうございます。なんで相当頑張ってらっしゃったんで、うん、サービスで、サービスでして、俺だって頑張ってたよ、いやいや、サービスで、まあ
くれました。男女平等で行こうぜ、ほんま。やりました。一番嬉しいサプライズです、今までで。よかった、女子女子的で。なんか女ったらしみたいな顔してんすよ。そんなことないですよ。そんなことないです。頑張った結果でございます。では今村さん、いただいてください、どうぞ。うわうわ、いいね、5回。うわ、うまそうに食うな。うまいドム。うまいドム。うまいドム。もうソースがまたいいんですよね。うわうまい。うわうまそう。全然硬くない。全然硬くないドム。や柔らかいドム。柔らかいドム。ここで、はい、うわ途中の途中で行くんや。揚げたてや。揚げたてです。うわ、揚げたてなんですよね、かりんとうまんじゅう。そうなんですよ、いつも揚げたてくれるんだ。揚げたてをくれるんですよ。うわうわ、うーよだれー。よだれ垂れるんじゃなくて出た。ドムじゃないんや。よだれドム。よだれ垂れるもんなんですけど、よだれドム。あんこもね、トロトロなんですよね、揚げてるから余計。うわぁ、うわぁ、で、また戻る。うわぁ、これ贅沢やな、贅沢。いや、ちょっとしんどいわ。贅沢。なんで俺の時サービスなかったんや。ほんま。おぉ、縦で。うわぁ、それうまいね。パンパンに入れたいっすよね、口に。入れたい、うまいね。うわ、もう一個いいよ。何でも言えんだ、これ1個でいいだろ。コメントはコメントはありますからね。もういい、嬉しいね。さすがにコメント変わるか。嬉しいね。うまいだもん。お前は見たよ、メガネ。うまい。全力こそ正義、サンクー。さあ続いての企画はドムゾーフライヤーベイバトル。さあということで、ドムドムバーガーの人気グッズドムゾーくんのさらなる飛躍を祈って行う2人1組のペア対決となっております。まずはこちらですね、総勢31種類のドムゾーくんぬいぐるみシリーズから好きなドムゾーを1人1つ選んでもらいます。そして選んだドムゾーを相棒の顔の上にセットしていただきます、寝転んで。で、もう一人がゾウの鼻をつけてもらいますので、その鼻でドムゾウくんをバーンと飛ばしてください。それでより飛ばした方の勝利でございます。なんでですか、なんでですか、とはなんでですかって、こういう勝負です。ドムゾウくんを上に乗せて飛ばすという勝負、これをやるんです。そうす、今からやります。めっちゃぶれないです。さすがだ。ではね、これはもう2人1チームになってもらいますから、ペアを選んでもらいたいと思います。じゃあせーのでいきますか。せーので、誰かチームになりたい人を指差ししましょうか。なんていうか、せーの、ガーッ。違います、違います、違います。おのおのでやってください。尾形さん、尾形さん、彼女です。彼女は参加できないので勘弁してください。ナダルさんは誰ですか。ここエルフ荒川です。エルフ荒川さんじゃないです。荒川さん、ドムドムバーガー赤羽店出てんでバイトしてないんです、すいません。あ、私は、はい、もう絶対ない。浅田さんは参加できない。何を言ってるんですか。違います。吉田さんは今決めてます。今決めてますよ。奥に逃げた。奥に逃げた。中堅の人です。中堅が分かんないです。奥に逃げた中堅の人、おそらく中堅の人です。あ、中堅っぽいわ、はい、下っ端でもないけど、はい、めちゃくちゃ偉い感じでもない、はい、奥に逃げた中堅。、はい、チーム分けはこちらに決定。ドムクルーズやリーゼントドムゾーなど個性豊かな全31種類のドムゾーから、尾形・吉高ペアが選んだのは。さあではまずは尾形・吉高ペアで、はい、こちらのドムゾー選びましたね、はい、これはどういったドムゾーなんでしょうか。これ去年の冬に冬限定で始めたところ、ちょっと好評だったんで、もう通年販売。かわいいっすね、チェックね。さあそしてこれを顔の上にスタンバイをさせていただきます。はい、で吉高さん、はい、こちらのゾウの鼻をこうつけていただきます。鼻にセットしていただいて、あ、結構近くでいかんといかんってこと、はい、で、その鼻で思いっきりドムゾウくんを飛ばしてください。はい、さあでは参りましょうか。え、助走つけた方がいいんか。セット、
何やねん。いくよ。では参ります。ドムゾーフライアウェイ、よーいスタート。ということで85センチ。ごめん、もっと飛ぶでしょ。85センチです。今どこ当たった、これ。全部当たってました。続いてナダル熊プロチーム。俺最後が、俺の方が多分、はい、これもありですか。これも一応ありでいいです、ね、でも当たるのが難いか。飛ぶな、飛ぶかもしれない。確かに当てたら飛ぶでしょうけどね。でもなんかずるいみたいに思われたら。ほんまやな。先生の話聞かあるな。ガスいこう。別にこれで行ってもいいけどな。確かに行ったってもいいですよ。やめとこう。これで行って、これで行きますか。はい、ホワイト、まあ、ノーマルじゃない。ホワイト、ノーマルじゃないですよね、これ白やから。これだけお名前ないです。うわ、これ本なら一番飛ばして名前つけましょう。なるほどね。飛ばしつけよう。逆にレアかもしれない。唯一まだ名前のないドムゾウ君。ゴルフの一番最初の感じで浮いてる感じというか。あ、浮いてるのがいいかな。あ、これでもいいの。なるほどなるほど。オッケーオッケー。そっから。そこで止まっといてくださいよ、絶対に。オッケー。ここから、ね、これ打ちやすそう。確かにね。うわー。さあ、では、スマホのさん、セットしてください。この手があったのか。そっか、こういうフォームか。お前、めっちゃ似合うやないか、これ。ありがとうございます。めちゃめちゃ似合うやな。びっくりした、似合いすぎる、ちょっと。こんな似合う。ほんまで違和感ないもん。実写版どうぞなんで。実写版どうぞだよね。さあ、それでは、セットしてください。はい。ドムゾーだ。なんなんこの、いいですね、いいセットですね。さあ、それではセット OK でしょうか。参りましょう。ナダル・クマプロペア、ドムゾーフライアウェイ、スタート。この位置でいきます。 OK、持ち上げる。もう一度上げてください。いきます。いきます、せーの。ナダル・クマプロペアは66センチ。よしよしよし。ちょっと待ってくれ、マジで。ナダルさん、頭下げるから。頭下げるやろかい。何が起きた。違うんですよ、僕上げたままでやったのに、クマプロがやって倒れて、僕頭コーンってなったんですよ。どういて、お前。おもないですよ。めっちゃ怖かったね、上から見た、下から見たら、お前の顔。はい、もうほんとに何が勘はもう勘弁してくださいもう。ということで、お見事でございました。ありがとうございます。よっしゃー。さあ、嘘でしょ。あれ、ご褒美は。これはご褒美か。ないかよ。ないの。よっしゃ。それはないです。お酒食ってないですよ。だから総合優勝に近づいたということです。なんだそれ。今何やったまに。ドムゾーグッズをもらえるかもしれない。そうそうそう、ドムゾーグッズの台がもらえる。いや、いらないっすよ。出してくださいよ。台がもらえるで。台いらないっす。出してくださいよ。はっきり言うな。マジか。いや、食われへんねこれ。うわ。さあ、続いてが最後の企画でございます。しゃー。これこれ。開発のレジェンド浅田さんをうならせろ、ガッツバーガープレゼンバトル。さあ、ということで、この浅田さん、バーガーの開発を一人でやられているんですが、これまでにね、何個ぐらいのバーガーを開発されてきたんでしょうか。開発レベルで言うと1000は超えてる。そんな浅田さんを今から皆さんが考案したバーガーをちょっとうならせていただきたいと思いますけど、実際今から試食していただきまして、もしかすると商品化の可能性もありますね。うわー、あるよ。なのでみんな真剣に考えてきてくれましたよ。はい、もちろんです。これはちなみに前回は尾形さん覚えてます。はい、覚えてます。嘘でしょ。え、俺昔のことなんてもういいんですよ、今日にかけてるから。前回は優勝してるんですよ。はい、優勝しました。もうそう、もらいました。優勝していろいろグッズをいただいて、ね、だから今日も自信があるということで、あります。真剣に考えました。元気だけで乗り切られる時もあるで。はい、まさに今や。
今回に関してはもう味もちょっと自信あるし、この組み合わせどうなんやろっていうことで考えました。こちらです僕。はいはい、はい、トロカツピチピチマグロバーガーです。トロカツピチピチマグロバーガー、どういうこと？もう全面にマグロを押し出しまして、あ、マグロの方、はい、マグロのカツを下にまず乗せるんですよ。あ、はい、そうだね。でマグロのカツの上にネギトロ乗せます。いやネギトロでマグロ尽くし。え、生がで言うたら今ってもうネギトロってパックで売ってるから、それをもう水解凍したら一瞬の様子でそのまま提供したら全然脂がなくはないものやるのなんでこれはほんまに和風のバーガーと言いますか。さあ、それでは実際ナダルさんが考えたトロカツピチピチマグロバーガーを持ってきてもらいました。お願いします。うわすごいボリュームすごい、すごい。こんな感じなんだよ。ネギトロは。いやでも僕が思ったよりカツが大きく乗せてくれてありがとうございます。いやネギトロこれ大丈夫これ。いやこれがもう絶対うまいです。ハンリー合うのか。カツとネギトロ、ほんでマヨネーズが上に乗ってるというかその感じ。マヨネーズじゃん。ソースじゃん。はい。これ見た目的には浅田さんどうですか。いやインパクトあっていいんじゃないですかね。おお。まあインパクトはね。そうだね。これが心配。これが取れてるのかね。では実際。ご試食いただきたいと思います。浅田さんどうぞ。じゃあいただきます。喧嘩しそうな感じするんやけど。喧嘩はすごいそうですね。そうでしょ。でもマグロなんですよ結局。喧嘩するはずがない。喧嘩も結構、うん。喧嘩も高いけど喧嘩もせへん。下手やな。うって考えたけど何もかかってない。考えた結果。いやネギトロの方行ってください、ね。一緒にね。それなんかネギトロ避けてるじゃん。ちょっと美味しい。今カツしか食べてないですよ、ね。わざわざ。それカツだけ一緒に。マグロカツ。さあ今行きました。ネギトロとマグロカツとハーモニー、うん、ない方がいいですね。ネギトロネギトロはない方がほら、あ、もうすぐ出ました。すぐ答えが食べて2秒で、はい、もう一回ちょっともう一回感想いかせて、もう一回ネギトロないと美味しいと思います。ボケてみ言ったんだよ。だからネギトロが正直いらない。マグロカツはすげえ食べてるし、うんうん、マグロカツはあるんじゃない。でも今までどうですか浅田さん。マグロカツはうちでやったことない。ほらまあ正直だからマグロカツだけやったらいいけど、ネギトロはネチャネチャしますね。ネチャネチャするね。そっか、脂っぽいというか。あーなるほど。ということで、はい、ナダルさんの挑戦は失敗です。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 はい、口限界バーガー。口限界バーガー、インパクトは確かにある。なんか大食いの人とか生きたそうな、はい、なんかその子供の頃ってハンバーグがめっちゃ重なってるのいいなと思いませんでした。ハンバーグ、そう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 、夢ね、夢というか、はい、それが本当にギリギリ、はい、大きな口を入るぐらいのハンバーガーということ、はい、何枚ぐらい。あ、だからそれはあの口次第です。口次第の口次第です。一口でいけるギリギリの段積みをしたという、はい、はい、そうです、そうです。注文して、注文した後口開けてくださいって、はい、口お願いしますって。めんどくさいですこれぐらいなのでこれで枚数が決まるんで、はい、で8枚です一回チェックです。はい、一回チェックが入ります。チェックが入ります。でもそのやり取りなかなか新しいっちゃ新しい。さあ、それでは実際吉高さんの口限界バーガー、はい、お持ちいただきました。お願いします。わあ、ね、結構あるよ。でもいいよ。すごいすごい。確かに見た目のインパクトはあるすごい、ね、しかも贅沢で夢が詰まってるというか、うん、ハンバーグ自体は10枚、すごいわ。で一応レタスとトマトとピクルスなんかもつけて、はい、トマトソースなんかもつけてくれてます。この見た目はどうでしょう。いやすごいけどどうやって食べようと思って。ああ食べやすいですね。ちょっと押しますゆっくり。はい、いいですか。はい、いいですよいいですよ。なるほど、ちょっと食べよう。あ、肉出てきて。これがまたいいな。これいいかも。めちゃくちゃ綺麗。これいいかも。ね、綺麗。綺麗だ。なんかシャンパンタワーみたいな。シャンパンタワー、肉わって流れてない。肉汁が。肉汁タワー。肉汁タワーや。いけるかも。え、あ、行けます。口限界でしてください。お願いいたします。最高に。あ、口限界だ。うわぁ、いったー。うまそうやな、これ。うまそう、でも。うまい。それはうまい。だってこれはだって味関係ない。味は何もやってないんだから。味もやからな。いや、この人味もやってないよ。でも美味しいものを何重にも食べれるっていうね、まあ、贅沢。夢はあるな。うん、これどうでしょうか。こういう商品があったとしたら、うん、いいと思います。これは、本当ですか。
その絞る時の肉汁がすごかった、綺麗だったんですよ、うん、面白くはないんですけどね。面白くはね、まあ、ね。それ絶対言うたかな芸人に。芸人として面白みはないけど。そんなことない。面白みはないけど味は美味しい。思わないけど美味しい。そう、面白みはなかったんですよ、すいません、はいはい、最悪や、まあ、味変えてないから、だからどこかで誰かがやってそうな。そうどこかで誰かがやってそうな面白みのない面白みのない美味しいですよ、うん、だけなしはないです、美味しいです、はい、ただどこかで誰かがやってそうな面白みがない。激烈おもんない激烈おもんないバーガーですよ、はい、美味しいです、最悪や、はい、テンプレバーガーでテンプレ芸人やめよ言うな、芝居終わったくないわ、すいません。さあでは尾形さん、はい、発表お願いします。お願いします。声だけインド人バーガーでーす。何それ何それ何インド人バーガーって言うの、インド人を挟むの、やっぱりインド人を挟んでこうと思ったんですけどダメだって言われて、やっぱりどういうこと、食うてないから、食うてないから俺フラフラや、大きい声出してんのこれ。どうですよ、やっぱりみんな好きなのってやっぱカレーじゃないですか。あ、ただ俺はカレーの一番好きなとこって福神漬けが好きなんですよ、一番。あ、うまいな。福神漬け食うためにカレーを食べてるようなもんなんです僕。あ、もうそうそうなんや、歯ごたえと。じゃあ福神漬けが出てくるみたいなことです。うわ、ちょっと見た目から楽しみやね、はい。愛がないやつやべえぞ。さあそれでは尾形さん考案のインド人バーガーご用意しました、はい、お願いします。あーなるほどなるほど、めちゃめちゃ乗ってるわ、ちょっと入れすぎか、そっか、ハンバーグの間にこれが全部福神漬けや、全部そういうこと、思ったよりやな、うん、やっぱり歯ごたえをやっぱり、はい、カリッカリっていう歯ごたえを楽しんでいただきたいっていうのが、はい、なるほどね。これはいかがでしょうか、見た感じ。あ、いいですね、匂いもすごい美味しそうな匂いが、そうそうそう、そっからだ、来てるね、さすが、そう、子供も大好きだから、さすが王者。この福神漬けの量がどう響くかというかね、確かにね、しょっぱすぎる可能性もある、そうなんですよね、味がね、うん、ちょっとたまにの福神漬けで慣れてるから、そうそうそう、大量の福神漬けがどう出るかですけども、じゃあご試食いただきましょうか、はい、いただきます、お願いします。お好みでね、その福神漬けのあれはお好みで、これ全部一応食べないからね。そう、避けるわけにはいかないんで。いただきます。メインなんでしょ。はい、メインなんで、福神漬けが、うん。あ、音すごいわ。全然聞こえへんな。音いいね。カレーの味がしない。福神漬けに負けちゃって。あれ、そうですね。俺、それ狙いですか。狙いやった。狙ったとこバーン入ったね。薄くしてる。このコメント待ってたんだから、俺。インド人って言ってんのに。カレー、インド人。カレーが濃いから薄くしたって言ってましたね。うん、でも、めっちゃうまい。ほら、うまいでしょ、福神漬けでしょ、やっぱり。うん、カレーの味をちょっと抑えめにして、福神漬けを立たせてる感じがうまいんですか。美味しいですね。福神漬けで後引くから。なんで、岡田さん、これ毎回当たんの。ほんまに合うんや、って思ったけど、このまま商品にはなりづらいけども、うん、すごいこの発想はなんか使えそうな気がする、これをきっかけにもしかすると何かあるかも、うん、これうまい、うん、いやこんな食うめちゃくちゃ食ってるじゃん、僕のネギカツバーガー何やったんですか、まだあるからね、はい、ちょっとすごいすごい、マジで話題に辛く打てないのにでも確かにどんな味かって食べたい欲はあるよね、うん、ということで考案者の尾形さんも実食。あ、そうか、一応そうか、ちょっと待って24時間ぶりの食事やっていうけどね、尾形さんは一応断食して今日1個も食べてないから、はいはいはい、やめとこ、うん、なんで食わしてなんかずるい気いいですか、でもちょっと食リポというかね、どんな感じなんやろこれうまい、福神漬けめっちゃいいわ、合うやん、めっちゃ歯ごたえがめっちゃいい、うわ、
さあ、それではラストは自称ドムドムバーガー大好き芸人、くまプロさん。ごめんなさい、もう今回は本当に採用されるために来ました。目がマジです、はい、ほんまに。ちゃんと、はい、本当だとして来たんやね。はい、本当として来ました。お願いします。はい、わっしょいバーガー。めでたい感じするわ。名前がネーミングはいいね、はい、これやっぱドムドムさんは、まあ、今もちょっと店舗もですけどやっぱイベントとかにねこう出られたりとか、はいはい、いろいろこう店とコラボしてなんか食べ物出されたりとかしますので後々やっぱこう屋台でねキッチンカーとかで出たりとすることもあると思いますので、はいはい、ゾウのマークの屋台とかいいんじゃん、なんかゾウの形したとか それは多分もう捨ててすると思いますので、はい、言わなくてもいちいち言わなくても、ね、俺の案だって言いそうやもんね、もともと思いついてはるからそうそうお祭りをイメージした屋台にあるメニューを全部詰め込んだ、何それしまして変なもの一切入れてません。屋台やったら結構な、はい、リンゴ飴とかも綿飴とかもあそれも入ってくるあの、はい、そういうやつは入れてません。全部って全部じゃないやったんですけどあの絶対合わないともう私が判断したやつはもうほんまに入れてません。はい、一回入れてみるっていうのもなしにしました。お祭りがお祭りがギュッと詰まった屋台バーガー、はい、楽しみだな。見た目から気になるね、はい、さあそれではこちらわっしょいバーガー、はい、持ってきてもらいましょう。こちらです。わっしょい、たませ、焼きそばを抜きまして、でその、マヨネーズとですね、天かすを、はい、で、まあ、フランクフルトは基本に、まあ、分けた状態の短いので抜けさせてもらってまして、で上の目玉焼きですね、うわこれは、ね、はい、これを中に置きました。これ、ええな、はい、浅田さんが今、うなっております。うなった実際、今、ちっちゃい子でうなった浅田がうなった、あの浅田が、あの浅田が浅田さん、この発声、見た目いかがでしょうか、まずは。いや、まあ、夢が詰まってて、とても面白いと思います。子供もみんな夢だね、実際これがガッチャンコした時に味がどうまとまるのか、確かに味ですよ、これそこが一番メインでございますから、浅田さん、はい、うまいやろ。あ、なんだ、いろんな味を、いろんな味を、味気になるやん、いろんな夢だね、変わらないやん、お祭りやん、うわー、わっしょい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 、サービスやります。店員さんが店員さんが食べてる時にいいじゃん、いいじゃん。邪魔邪魔やな。静かに家族で食べたいな。だね。ガツガツいってるよ。そうですか。味は浅田さんにお味の方聞いてみましょうか。美味しいかな。うわあ。ごめんなさい。これもこのまとまり具合とかこういう詰め込み感は気にはならない。これくらい詰め込んだ方が。まあ、夢があって、うんうん、いいですよね、うん、しかもお祭りとかでもしこれでできたらこれ1個買ったら全部食べれるやん。そうそう、何食べよう何食べようじゃなくてこれ一択やから、はい、でも大満足で、そこで一緒に屋台としてその射的とかもやってグッズでドムドムのグッズをあのあそこまで、はい、お祭り乗ってきてるんやね。ドムドム人形並んでる、ドムドム人形並んでる、祭りの出店の時まで考えてる、めっちゃいいやん、こういうのもできます。夢が詰まったようなハンバーガーはコンセプトとしてとても面白いかなと。うわ、ありがとうございます。確かにこれも名前もいいよね、わっしょいバーガー、なんかいいっすね、面白いって言われていいですね。さあそれでは浅田さん、はい、一番良かったバーガーの発表の方お願いします。はい、すごく悩みましたけど、うん、ありがとうございます、尾形さんの熊本プロさんのコンセプトとトータルですごい悩んだんですけど、はい、味が1個も2個も抜けてました。やっぱ全てにおいてがダントツでうまかったです。ダントツでうまかった、はい、うまいやほんまに。じゃああれきっかけで何か今後生まれる可能性もあですかもしれないです。うわーしゃーこれ何にもらえですか。これだからなんでだから、なんで俺勝つとか何も勝ちしてくんでんだよ。総合優勝に一歩近づいてるって。何だそれ。優勝したら言うたらドムゾウ君のぬいぐるみ台上げるって言うてるから何を食わしてくれよ。だからこれで
終了。果たして一番 PR に貢献したのは？お願いします。ラスお願いします。熊本プロレス。あいや勝てねえか。聞いてみましょうか。なぜ、まあ、当社への愛が感じられたこともあるんですけども、はい、カニバサミが面白かったです。あ尾形さんとの絡みが面白かったです。どうしてね。そういうことじゃないです。そういうことじゃないです。そこじゃないです。ピロートークの方言ってるんじゃないですか。はい、シンプル抜けてたところを褒めてくれてるんです。トムゾウくんのぬいぐるみ代をゲットしてください。ありがとうございます。やったー。ありがとうございます。なんか似てるね。そっくりですね。いや嬉しい。もう3つ目なので。3つ目なのでダンス 100% テレビ笑いと愛が企業を救う。チャンネル登録高評価お願いします。